こんにちは、高原拓人です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、YouTube の、動画配信の、資産性というものを解説していきたいと思います。資産性というとですね、なかなか意味が広いので、一概には言えないんですけれども、今回の動画で、伝えたいことはですね、YouTube、並びに動画配信の広告収入というものがね、非常に資産性というのが高いんですね。で、その、資産っていうのが何なのかというと、そういったところも解説していきたいと思いますのでね、最後までご覧いただければ、YouTube 並びに広告収入を得るための、その可能性、その先っていうのはね、お伝えできるかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、YouTube はね、もう本当に、誰もが知っている、この YouTube、広告収入を得るための媒体ですけれども、実は YouTube でなくてもですね、広告収入を得る方法はいくつかあるんですね。そこも解説しつつ、動画配信がですね、なぜ収益面で優れているのか、そういったところも、お伝えしていきたいと思います。そして YouTube のね、優れた資産性というのも解説していきますので、本当に、YouTuber を目指す。YouTuber じゃなくてもですね、YouTube で、例えば月、4、5万ほどのね、副収入が欲しいという方でもね、その先の、本格的に YouTuber で稼ぎたいという方のための、一つのね、参考材料にしていただければと思います。さあ、まずはですね、広告収入を得るための手段なんですけれども、いくつかありましてね、抜粋してみたんですが、まずですね、自分自身が、タレントとなってですね、企業の広告依頼を受けるという、いわゆる芸能人になるということなんですね。で、芸能人になるというと、容姿端麗、一芸に秀でてるとか、いろんなね、こう、イメージがあると思うんですけれども、最近ですと、キャラクター、自分自身のキャラクターを売っているタレントさんって非常に多いですよね。見た目でね、売るイメージが芸能人は強いんですけれども、本当自分自身の個性、キャラクター、そういったものからこう派生する、例えば、直美さんとかね、いらっしゃるじゃないですか。そういった形で の個性を生かして企業、CM に出たりとか雑誌に出たりとか、そういった形での広告を依頼を受けるという形もあります。そしてこちらはブログなど執筆媒体でね、自分自身で、例えば Google、アドセンスを、取得して広告を貼り付けたりとか、そのブログ、いわゆるアフィリエイトなんかもそうなんですけれども、自分の媒体を持って広告を貼り付ける。これは YouTube とも近いものがあります。そして、最近ね、CM でよく流れている17ライブなどでライブ配信をして投げ銭を受け取るという。ここもね、実は新しい稼ぎ方の一つなんですね。若くして、すごくね、月40、50万稼いでる人もね、ざらにいますので、本当に不思議な世界なんですけれども。あと最近だと、バズビデオ。っていうのね、広告収入という方法もありますね。そして、不動産などを持っている方であればですね、立地が良ければ、国道とかに面していればですね、企業の、広告看板を掲載するという方法もあります。沖縄ですとね、観光立県なので、国道沿いの、建物、マンションとかアパートの屋根にですね、オリオンビールとか、マクドナルドとか、スターバックスとかね、何メートル先にありますっていうような、車社会独特な看板があったりとか、鉄道広告もね、看板など掲載するっていうのもね、ありますけれども、そういった形で、広告収入を得るっていう方法はあります。ただですね、とにかく今紹介したものっていうのはですね、例えば本当に生まれ持った才能というんですかね、生まれ持った、見た目とか、あとは本当に努力なども必要なんですけれども、なんていうんですかね、ハードルがすごく高いイメージがありますよね。不動産なんかは資金がないとできないですし、タレントになるっていうのもね、もうとにかく層がね、ライバルが多すぎて、どういうふうに自分をね、売り出していいかっていうのはなかなか難しいところがあるわけなんですね。さあ、ただですね、そのハードルが高いんですけれども、その中で僕が感じる動画配信なんですけれども、この個人、一個人がですね、取り組める最強の広告収入だというふうに感じております。これまでね、ネットビジネスをやってきて、情報配信とか、コミュニティ販売ですとか、
その他にもね、いろいろと取り組んでるんですけれども、この20年前の時代にはなかったですね、この個人の力を最大限に活かせるのが、この動画配信なんですね。これは本当に20年前、2000年 初期ですね、まだまだダイヤルアップとか、そういった時代で僕はね、インターネットにこう取り組んだんですけれども、その時はですね、もう個人の力っていうよりはですね、なんでしょう。情報収集っていうよりも、自分自身がこうインターネットでこう楽しむっていうところが、一番フォーカスされてきたんですね。今現在もその流れっていうのは組んでますけれども、その個人が輝いて、その人たち個人個人にファンがついていくっていうような時代になっています。そしてそのインターネットを、ね、使った経済格差っていうのはもうすでに、ね、始まっていまして、自分自身の強みと弱みを知った人がですね、自分を売り出して、もうありえない収入を弾き出す時代なんですよ。変な時代なんですね。はい。ですから、タレントに負けないぐらいのタレント性を持った個人っているじゃないですか。まあ本当に代表で言うと、ヒカキンさんとか。最近だとね、映画の、なんですか、プロモーションに出てたりとか。とにかく、なんですかね、個人が、自分自身を売り出す。ちょっと前ですと、例えばタレントとしてデビューして、それから仕事をもらうっていうのが普通だったんですけど、今は全くゼロのね、無名の人がもうすでにタレントをしのぐぐらいの力を持つっていう時代になっているんですね。で、普通に考えてみてですね、一般の人が広告収入を得るっていうのは本当に難しいんですよ。で、先ほど言ったようにそれは容姿や特技、資格ですが、特別な経験が必要とされてきたからなんですね。逆を返すと、まあ、テレビに一回出てしまえば、今、一発屋と言われる人たちもいるわけなんですけれども、それでもですね、一発屋という看板を掲げることで、継続して収入を得る方法もありますね。ただ、しかしですね、現代はテレビが不要になってきております。一人一台のスマホやタブレットをね、持っていて、日々動画コンテンツをね、見ている状態になっています。テレビはもういらなくても、スマートフォン、タブレット、PC、パソコンがなければ生きていけないっていう人が実は多いんですよ。インターネットがなければもう何もできないっていうぐらいのね、今時代になっていますから。で、テレビはですね、緊急速報とか、そういった意味ではすごく、まだまだ活用する部分がありますし、テレビ自体はなくなることはないと思うんですけれどもね。ただ、今の時代、タレントでなくても動画配信で人々の悩みをね、解決するってね、ことができますし、非常にそこが重要な部分です。でですね、その人の悩みを解決するということはですね、テレビでもビジネスでもすごく重要、本質的な部分なんですけれども、まあ、その人々の悩み解決ができれば、逆に言うと動画配信でも視聴率をね弾き出す、広告収入を得るということはたやすいというふうに考えています。シンプルなんですね。難しいんですけどシンプルです。で、他にですね、例えば一個人が広告収入をね、得る方法があれば、僕に教えてほしいです、逆にね。それぐらいこの動画配信っていうのは、一般人が広告収入を得るために、取り組める、非常にね、素晴らしい方法だと思っています。さあ、それでは資産性の部分なんですけれども、資産性がある動画配信の可能性をお伝えしたいんですけれども、動画配信っていうのはですね、労働的でありながら、資産性があるんですね。非常に不思議な立ち位置です。僕はこれはですね、実際僕自身がその動画配信で広告収入を得た時に感じたことなんですけれども、お金持ちになるためにはですね、その資産を積み上げなければいけないんですね。例えば、ですね、月収100万円、200万円の人たちはですね、例えば自分の力で毎月100万、200万稼いだとしても、自分が怪我をしたりとか病気になってしまった時に、翌月、その月収は、稼げないわけですよね。何かあった時。ですけど、この資産っていうのはですね、お金を生み出す仕組みのことなんですね。で、例えば、そういうのはですね、不動産とか印税、広告収入などもこれに当たるわけなんですけれども、自分自身が働かなくても、なんですか、継続してお金を生み出す仕組みなんですよ。仕組み。労働収入で月200万、300万稼いでいても、その自分がいなければそれはゼロになってしまう。これは、いわゆる月収が高い人です。あくまで本当のお金持ちではありません。本当のお金持ちは、例えば毎月
50万の不労所得があればその人はお金持ちと言えると思います。そして、動画配信の可能性として一度作った動画のリピート率が高ければですね、絶えず収入を生んでくれますし、労働性と資産性が同居する現代の稼ぎ方なんだなというふうに思います。僕の場合ですと、2つの動画、1日にですね、2動画、アップロードして、それが4000円、500円ぐらいですかね。の収入を生み出すっていうのが大体今の平均となってますけれども、今持ってるチャンネルっていうのがいくつかありますので、一概には言えないんですけれども、現代の稼ぎ方としてね、資産性のある、累積ですね、累積できる収入のあり方っていうのがすごく大事です。会社員であれば、1ヶ月頑張って働いて、翌月お給料もらえますけれども、前の月の仕事っていうのはもう1日を迎えるとリセットされますよね。それは労働収入であれば仕方ないんですよ。月収500万稼ぐ人でも翌月リセットされるわけなんですね。それが累積されないわけなんですよ。累積される、収入のあり方が資産性であり、そしてその労働収入ではなくて不労型であればあるほどその資産性というのは高まります。簡単ではないんですけれども非常にシンプルでね、ありますので、視聴者の、ニーズとかトレンドをつかめば、YouTuber になれるというのが僕の一つの答えなのかなというふうに考えております。さあ、それではまとめていきます。 YouTube 以外での広告収入は非常にハードルが高いです。今の時代に合った個人が活躍しつつ収入を得られるのがこの動画配信になっています。これ YouTube だけではなくてね、17ライブ、バズビデオ、その他にもいろいろあるんですけれども、まずはこういった流れになっています。そして資産性を意識して収入のあり方を考えなければ本当のお金持ちになれません。お金持ちと言われる人たちは本当にこの資産性を本当に意識しています。ですので、もうちょっとしたことでもいいんですよ。ポイントサイトの紹介で毎月5000円とか入ってくることも僕にあるんですけれども、それも一個一個積み重ねていった結果ではありますけれども、その小さな積み重ねですね、一気に大きく稼ぐということであればそれはギャンブルになってしまいますので、投資でもビジネスでもコツコツ継続して地道にその資産を積み重ねていった方が確実ですね。はい、ということで動画配信や広告収入など自分の好きなことで収入を得たい、特技や資格、自分の経験を役立つ情報を通して配信したい、資産を作り増やし不労所得の基盤を作りたい、時代の波に乗って収入の枠を増やしたいという方はですね、宝徳と LINE@ですね、アットマーク小文字の XJQ 数字の9026小文字の A アットマークを入れて ID 検索をしてください。動画配信ですね、 YouTube 規約の更新があったりとかなかなかハードルが高いように思えるんですけれども、それを考えても仕方ないですし、まず行動してライバルが少なくなった今が逆に取り組むべき時期になっております。今後 YouTube の規約が厳しくなるっていうのは僕は予想しています。登録者が5000人以上からっていうふうになるかもしれませんし、だからこそ今のうちに取り組んでおくべきコンテンツになっていますのでね、分からないことあればですね、ぜひ宝徳と LINE@ご連絡いただければしっかりと返信いたしますのでね、ご連絡お待ちしております。じゃあそれでは共に資産構築のために頑張ってまいりましょう。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。